プロレス王子の三本です。改めまして、東京渋谷のラーメン屋神倉渋谷店さん、オープンおめでとうございます。では今回はいつものように愛の貧乏脱出大作戦ネタではなくて、ついに私の憧れ YouTuber の一人でありますあのラファエルさんがこのチャンネルに登場します。私が YouTube を始めた頃に、将来ラファエルさんをこの YouTube チャンネルに絶対に登場させると打ち明け語った時、周りの人から絶対に無理だと言われ、笑われ、誰もがこの実現を信じた人はいませんでした。しかし今日、その高い一つの夢が現実となって舞い降ります。さあ、それではですね、皆さん、私はいつも愛の貧乏脱出大作戦のその後の YouTube などで使っているこちらの効果音ありますよね。今聞きましたね。まあ、いつもだったら、まあ、こんな感じのいろんな効果音を使っているんですが、でも今回は愛の貧乏脱出大作戦ではない別のビッグプロジェクトの企画なので、まあ、今回はね、この面識こそはありませんけども、このラーメン屋のね、撮影ということもあって、そしてビッグゲストのラファエルの登場ということもあるので、面識こそはないんですけれども、この毎日ラーメン健康生活をしているすするくんって言いますよね。すするさんのあの効果音あるじゃないですか、あっていうあの効果音、この効果音を使っていきたいと思います。お疲れ様です。奥になるぞ。はい、すごい、僕と一緒じゃないですか。奥にお水持ってきました。お水持ってきました。皆さんで、ラファエルさん、昨年あの新水曜の夜行き損ねちゃいました。ああ、行こうと思ったんですけど、女性限定で行けなかったんで、ちょっと福岡さんには一応あのお世話しちゃったんですけど、はい、すいませんでした。はい、とっとと座ってたんです。大丈夫大丈夫、荷物落ちた。すいません、ラーメンなんですけど、はい、ちょっとあのできたらあのラード抜きでお願いします。ラードかしら、はい、ラード抜きでお願いします。どうぞ。餃子、餃子だけ先。餃子、先に餃子だけ。餃子もう一個ね。もう一個ね。はい、どうぞ。ちょっとラーメンすぐ来ますから、ちょっと待って。36から、なるほど、36から、OK です、36からね、次、4と5も上がりますね。すいません、先に失礼します。すぐ持ちます。すいません、お待ちしました。どうぞ。もう一回頼むですね。すみません、お待たせしました。どうもどうも、おいしいです。あとすぐ来ますんでね、はい、待っててくださいね、はい、大丈夫ですか。はい、はい、いや、もうすぐ来る。いや、もうすぐ来るぞ。ここでプリンスニュース。おぉ、量大きくなったな。 YouTube 始めました。え、始めました。 YouTube 始めた。おぉ、え、量のチャンネルはチーズくんです。チーズくん、多分聞いたことないけど。 YouTube は今ね、どのチャンネル登録者数が25です。あ、25人。どんなことやってんの？ゲームと
移したりとか。あ、ゲーム。ゲームのメインにしてます。あ、もう、はい、視聴者の皆さん、現在ラファエルさんとの渋谷のカムクラの YouTube をご覧になっている最中だと思いますがですね、こちら私が今いるこの場所は愛知県知多市のちゃんこ友塚さんの2代目店主の息子であります、こちらの江口亮君がこの度 YouTube がもともと好きで YouTube チャンネルを始めたということで、チーズくんという名前の YouTube で始めました。そのため視聴者の皆様、どうかこちらの15歳の江口亮君のチーズくんのチャンネル登録よろしくお願いします。それではどうぞ引き続きこの後もラファエルさんとカムクラの YouTube をお楽しみください。40番さん、これ油抜き。あ、油抜きです。38番の油抜き。はい、油抜きです。はい、すいません。油抜き、油抜きどういうことですか、油抜きって。いや、体の。そうですね、そういうことです。今、7個紹介された。油抜き。はい。油抜き、なんでなんですか、体抜きってことですか。健康的な。ややこしいな。ややこしい。ややこしい。ちょっと待ってくださいね。言われちゃった。皆さん、やばいね。ラーメンのスープのラード、あの油抜き。これさ、愛の貧乏脱出大作戦のその後の YouTube だったから、まだこれ許されたかもしれないですけど、今回ね、愛の貧乏脱出大作戦のその後の YouTube とは全く関係のない企画で、あのチャンネル登録者数180万人近くいるあの天下のねラファエルももう本当に戸惑わせてしまうぐらいね、ちょっとこれはやばいことやってしまったって感じなんですかね。あんまりこの油抜きっていうのはちょっとやっぱり困ってしまう人があんまり言うといるんだなっていうのをね、ちょっと今回教えてもらってマジ反省です。でもまあこれはね、健康上の問題もあるので、ちょっと視聴者の皆様にはここはもうどうしてもね、ちょっと飲んでもらいたく思っております。ではどうぞこの後も引き続きラファエルとのね、夢のこのね空間を皆様に楽しんでもらいたいと思っております。さっぱり、やっぱさっぱりしますね、油抜きはね。さっぱりしますよね。いやそれがね、ちょっと健康なこと考えるとね。もう来ます。ちょっと待ってください。すいません、お待たせしました。申し訳ないです。どうぞ、美味しいラーメンです。油抜きと全然違いますね。全然違います。なんか言ってるよ。2個。OK。はい、すいません。41ね。で、いいですね。42から3つか。間違った出し方。ごめんなさい、すいません。ちょっと一緒のお客さんで、ごめんなさい。鶏皿でね、ご飯とね、汁みたいな美味しいんですよ、これはね。あ、ちょっと、今日はね、洗い物大変からやめてください。そうやって、ほんま切れますね。どうすんの？もういいんしょ、これ。大学生？ここ？サポート？いや、ありがとうございます。え？ちょっとね、俺、1500？はい、ありがとうございます。ビビるで、4分半。3分半。4分半も早いよね。50m、500m。
それはそちら大変なものでこうこうせマウントって気持ちよくなってもらえないラーメンのこれもう怖いやんこれもう怖いやんもう来年とかバイザー3年後にスーパーバイザーとかなってるもう怖いわ本当に仕事できる自分が怖いね今さあ視聴者の皆さんどうですか？チャンネル登録者数約180万人近くいるあの人気 YouTuber ラファエルさんの登場、そしてこのねビッグプロジェクトの中にはねそのラファエルさんをあの油抜きのラーメンとかの注文でちょっといろいろね混乱させてしまったりとかしているねハプニングも続出してるじゃないですか。でもねそれだけじゃないんですよ。今回ね私とご一緒した方のねぜひ皆さん今からご紹介する方のインスタグラムをぜひフォローしてあげてください。こちらの方インスタグラムご覧になると分かる通りかなり有名な方です。インスタグラムのアカウント名はカオリンさんです。今回はカオリンさんも私の YouTube とインスタグラムを大変応援してくださる方です。ぜひ皆さんこのカオリンさんという方の存在を知ってもらうためにもインスタグラムのこのカオリンさんの投稿にいいねとフォローとコメントの方してあげてください。よろしくお願いします。おう！はい、お伺いいたします。さっきラファエルなんて言われたんですか？なんか俺なんか3年後になんかリーダーとかなるとかって言われてましたよね。タイの色が僕たちみんなそれぞれ違うじゃないですか、はい、あ、この色がですね。そうですね、はい、で一応ラファエルさんが、はい、まあ、俺がこんだけ仕事できるから今スープ作ってる赤の方がスーパーバイザーってことでもう俺も3年したらあの色負けるなっていう一番偉い人の赤い色に負けるなっていう話。ああ、そういう話を言われたんですね。はい、そういう話でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ラファエルさん、私もお願いします。すみません、お待たせしました。すぐ来る、すぐ来る。何歳？今16歳。17歳。私のメッセージ、これ4300人のチャンネルになりますので今度は将来よかったらコラボしましょう。はい、ぜひよろしくお願いします。またよろしくお願いします。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ね、もうかれこれ、まあ、2015年からが配信スタートしたので、まあ、もう8年目になるんですよ。いや8年間のね夢一つの夢が叶いましたよ。いや現実となりましたよ。いや本当にねもう本当にねその将来ラファエルをこのチャンネルに登場させると言った時もう本当にねお前には無理だよって笑われました。でもね多くの人に笑われるほどの大きな夢だったからこそ今回叶えられた時のあの達成感は本当に今ももう忘れられないですよ。いやー今回のねこのビッグプロジェクトの実現
これはもうね、胸の中では何度も、あ、これ夢なんじゃないかなって自分でも疑っている最中でありますよ。まさかこんな夢がね叶うとはって、もうねやったものじゃないと、もう叶えたものじゃなきゃわからないですね。いや、カムクラのねこちら渋谷店の皆さんもね本当にありがとうございました。そしてオープンおめでとうございます。そして何より今回この YouTube チャンネルに登場してくれたラファエルさん、本当にありがとうございます。それでは皆さん、いつものように気に入っていただいた方はチャンネル登録&グッド評価、そして快適なコメント、世界中に拡散の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。そして次回は、次回は2021年秋、あのラーメンの鬼、今は亡き天下の佐野稔さんから伝授された茨城県宗像市の田んぼの中の名店に再びやってきた横浜ラーメン再調査。